財布の理解の話。財布の理解の話。私、趣味でレザークラフトをやってまして、もう数年経ってまして、やり始めてから。それで、財布もね、作ったんですね。で、財布作って、で、最初に買い物に、その財布で買い物に行く。つまり財布を下ろすね。時に、何を買ったらいいんだろうと。思って、ああと思って、神社とかのお参りに行って賽銭をね、投げればいいじゃないかと。それが最初の買い物というか、まあ、使い始め。買い物じゃないんだけどね。お金を財布から出すっていうね。はい。それがね、ふさわしいんじゃないかと。なんかちょっといい感じですよね。最初神社のね、賽銭箱に入れたみたいな。で、その後の買い物は、まあ別に何買ってもね、日用品だから、大差ないから。最初の一発目だけはね、神社に行ってお賽銭で投げるみたいな。それどうだろうみたいな感じでやったんですね。だから面白いっていうか、まあ良くて。で、あんまり神社って、初詣以外行かないですからね、あんまり。だから、用事でもない限り行かないから、そういうね、財布を新調したときに、これは私はね、レザークラフトで作りましたけど、なんか、買う人もいますよね、市販のものをね、ブランド品とか。買って最初にお金使うときに何、しようかなとかね。あんまりなんか安いの買ってもあれかな、みたいな感じもあるから、神社に賽銭行くのはどう、参拝行くのはどうだな、みたいな感じで、私はね、思ってるわけ。で、財布を買い替えるっていうのは、1、2年に1回ぐらいですかね、大体。1、2年に1回。まあ、長ければ3、4年ぐらい使えるけども、あんまり短くて半年とかでやらないからね。大体1、2年に1回だから、そのぐらいのペースで神社ね、行けば、まあ、初詣も含めて、年数回になるからね、いいかな、みたいな感じで。多すぎず少なすぎずみたいな感じでね。それで、前回作った財布で、これ、神社にね、行ったんですね。お参りして。別に神社でお祈りするときに財布作りましたとかお祈りしないですよ。単に別に、なんてことはないお祈りですから。何が欲しいとかね。何をどうしたいとか、ないから。はい。まあ、漠然とね。で、まあ、で、財布のことは思わずに。で、パパって入れて、で、パパって帰ってきたわけで。で、ああと思って、神社出たときに、ああと思って。なんか間違えたかなと思ったんですね。あまりにもスムーズだったんで。なんか落とし物とか忘れ物とかね。あと、賽銭投げてないとか、あれ忘れたかなと思ったね。忘れてないですよ。ちゃんと10円玉ね、投げた感覚もあるし、お財布出した、しまった、確認も取れてます。ね。お財布別に落としてないと。あれと思って、すごいスムーズだったなと。もうお祈りだけなんですね。意識してんのね。で、帰ってきて、あれ新品の財布だったら、まごまごしちゃうとかね。お金出すときにいつもと違うから、まごまごするとか、落とすとかね、お金落とすとか、財布落とすとかね。あって叱るべきなんだけど、もうスムーズにね、カバンからシャシャって出して、パパって出して、またしまうみたいなね。なんだこれみたいなね。ああと思って。自分で作ってるからなんだな、と。自分で作ってるってことは設計もやるし、縫うときね、制作もやるし、あと、縫った直後に、一応ね、お札を入れて、カード入れて、出し入れしてね、ちゃんとできてるかどうか、自主で合わせたりね。もちろん、作ってる最中もやるんですけど、最終的にどうなったかっていうのはやるし。しかもですね、私、右利きなんで、右手で使うときに、こうやったら受けやすいんだとかね。右のポケットだったら、こうやったら取りやすいとかね。滑りの加減とかも全部見てますから、もう、財布の理解が進みすぎてね。もう、長年使ったかのような、理解が進んじゃってるんで、別に最初にお賽銭ね、行くときも、もう無意識でお賽銭使えてるわけ。最初の一発目で使ってるんだけど、もうね、半年一年使ってるんだ。そんなね、手の馴染み方なんだね。もう設計段階からやってるから。でね、すごいなと思って。ただまあね、こんなことはね、すごい運がいいことで、バチッとね、自分の感覚とその財布の形、あるいは素材が合ってるのかなと、それも考えられるな、みたいな感じで。偶然このスムーズに初回ね、何事もなく行ったと。いうことで、そうなのかな、みたいな感じで。ちょっとよくわかんない。検証ですね。検証、要検証ですね、みたいな感じで。それでね、また1年か1年半ぐらいして、
財布をまた作ったんですよ、レザークロスで。そろそろだなと思って、で作りたいね形もあったんで財布作って、それでね、神社に行ったんですね。最初に お財布新調した時に作る時はお賽銭って決めてるからね。で神社行って、でその神社はね、前回行った神社とちょっと違くて、前回行った神社は町の中のね、商店街の中の神社みたいな、さら地に作り、平場に作ってあるような。で神社の玄関口からね、鳥居のところから賽銭箱もすごい短いわけ、見えるぐらいね。だからささっと行ってさっと帰ってこれるんだけど、今回行った神社はね、前から行こうと思っていた神社ですけど、山の上にあるんですよ、山の上。まあ、すごいね、登山じゃないんだけど、ちょっと小高い丘というか山の上にあって、住宅街の中に山がボコンって出てるのありますよね。その上に神社があるみたいなね。そういう神社で、で、鳥居からね、賽銭箱のとこまでね、すごい階段が、もう100段ぐらいあるんじゃないかみたいな感じで。100段もはないですけど、まあ、そのぐらいの感覚で、ね、距離も長いっていうね。こうちょっとした山登りだぞみたいな、そういう感じで、もうへいへい言いながら、行ったわけ。で、まあ、お賽銭だと思って。で、今回もね、お祈りは別に財布作りましたとかね、あと今後よろしくお願いしますとかじゃなくて、まあ、漠然と、まあ、なんとなくお祈りするみたいな。なんか別に項目ないですよ。挨拶来ただけだからね。はい。私もね、挨拶来ただけで、なんか願い事ないわけね。それで、お賽銭あげて、で、帰ってきた時に、で、ああと思って、今回もスムーズに行ったと。全くね、この引っかかるところとか、あと、コインケースの場所がわからないとかね。あと、しまうときにちょっと、まごまごするとか、全くないですよね。で、その神社はね、山の上だから木がこんもりあって、薄暗いんですよね、すごく。昼でも薄暗い。で、日の光完全に出てるんだけど、木立でね、すごい薄暗くなってるわけね。まあ、全く前が見えないほどじゃないけども、手元がちょっとね、暗くて、わからんほど。で、影になってればよりわからないっていうね。これでね、暗かったんですよね。で、暗いなと思ったけど、もう、財布の理解が進みすぎてるんで、もう設計段階からね、やってるんで、ここ何センチってわかりますからね。聞かれてもわかりますから。それぐらいね、設計段階が詰めてるんで、もう、目つぶっててもね、コイン出せちゃうんだよね。だから暗くても関係ないで、ね、パパで出してるんで、で、お賽銭して、で、しまうときもさっさと出して、さっとこう、しまって、で、帰ってくるみたいなね。で、やっぱりね、自作の財布、自分で作ったレザークロスの財布は、もう、完成時にはすでにこう、理解がね、もう終わってて、使うときどう使うとかね、どの向きで使った方がいいとかね、どっちの手で持った方が使いやすいとか、もう全部できてて、だからね、最初に使うときも、もうスムーズで、はい、もう手に馴染むというかね、はい、そういうわけでね、自作の財布はね、すごい理解がね、進んじゃってるっていう話でした。